改めまして浅香です、よろしくお願いします。原美ちゃんです、お願いします。いや今回本当にありがとうございます、ご参加いただけて嬉しいです。とんでもないです、お願いします。お願いします。今日はなんかそのレピフェス前にちょっともう初めてちゃんと喋れるタイミングだなと思って、いろいろ聞けたらいいなと思って、はい、ハラミちゃんってあの私のことを知ってくれたタイミングとかっていつぐらいだったりしますか？いつぐらいだったっけな、ヨミーさんとあの連弾されてた時だから、あれっていつぐらいですか？あれが2019年の品川2回目の時なんで、あれ10月ぐらい、だ2年ぐらい前ですかね。じゃあその頃に、はい、あの存在は初めてあの知って、はい、でその後にその何て言うんでしょう、その普通にそのチャンネルもやられてるっていうのを認識させていただいたのが多分1年前ぐらいだった気がします。ありがとうございます、はい、多分ねそのまだヨミ君と一緒にやった頃って、うん、私チャンネル登録が多分500人とか、あそうだったんですね、頃で、はい、本当に初めてストリートピアノ行ったみたいなタイミングだったんで、うんうん、なるほど。私は逆にハラミちゃんを知ったのが、はい、都庁ピアノであのクイーンの曲を弾かれてた。めっちゃ初期、多分ストリートピアノ、私もその時2回目とかの時で、おそうです、私クイーンめちゃくちゃ大好きで、あそうなんですね、はい、クイーンストリートピアノでやってる人がいるポチみたいな。なるほど、そんな前から、はい、ありがとうございます。初めてハラミちゃんが耳コピした曲とかって覚えてます？そうですね、初めては多分幼稚園生ぐらいの時にあのひな祭りの曲とかを耳コピして弾いたのが多分最初ですかね、うん、私一番最初パラダイス銀河とか、本当光源氏さんがなんか流れてきてた頃みたいな、めっちゃ前テレビから流れてきたのを耳コピー自然にしてたみたいなのありますよね、うん、ね、あえてすごく意識的にやるとかっていうよりも本当に自然に自分が弾けるのか気になって、うんうん、いつの間にか耳コピーしてたみたいな、多分近い感覚なのかなって、うんうん、あはい、思いました。分かります。なんかどん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 こう弾きたい曲、なんか弾いてみたい曲みたいなのが増えていくみたいな。あ、そうですね、確かに弾いてみたい。ピアノでやったらどうなるんだろうみたいな興味で、うんうんうん、めっちゃ弾いてたみたいな、耳コピーしたみたいのが確かに、うん、記憶にあります。その耳コピーしたのをなんか友達の前でめっちゃやっぱり弾いてみたりとかってしてました。ああそうですね、やっぱり家族の前とか音楽の休み時間とかで弾いてたっていうのは記憶にあります、うんうんうん、音楽室のピアノ結構、はい、よく休み時間に遊びに行っちゃ う、そうそうですよね、わかります、占領してました、はい、めっちゃわかります、うん、いやなんかそれで私ハラミちゃんがあの CD をリリースされた時に私、はい、あのすぐ曲名何をやってらっしゃるのかなって見た時にオリジナル曲って思って、そうなんですよ、なんかオリジナル曲とかって結構、うんうん、その昔から作られたりとかしてた感じですか？いやあれが初めての作曲で、うんうん、やったことなくて、うんうん、すごいなんか勝手にすごい苦手意識があって、うん、あんまりトライしてこなかったんですけど、うん、まあ、活動して1年経った時に、うん、
なんか今の自分がどんな曲を作るのかを気になって、まあ完成するかわかんないけど、ちょっと勢いで作ってみようと思って初めて作ったって感じですね。はい、なんかその勢いでつくあのファンファーレ作られた時に、はい、なんかイメージとかってあったんですか？なんか こうどういう手順？手順って言ったらなんか変だけど、なんか割と私あ、まあ、本業作曲の方なんですけど、なんか自分が曲作る時とかで、はい、なんかこうイメージうわーって頭の中広げてこうそこから降ってくる音をわーって書く時もあるし、なんかちょっと輪郭がっつり決める時とかもあるんですけど、あのファンファーレを作る時ってなんかどういう風に作り始めたとかってあるんですか？はい、そうですね、なんかすごいテーマをすごい決めて書いたっていうよりは、自分の今の心の中を、まあ、ピアノに映し取るじゃないですけど、どんなことを今の自分は思ってるのかなっていう、まあ、鏡を見る感覚で、本当に降ってきたメロディーとか、まあ、コードとかを、まあ、ちょこちょこメモしながら作っていて、でなんか自然にできた感覚、自分が初めてそれをバーってフルで、まあ、ほぼなんかあらこう形ができ始めてバーって弾いて、なんか自分で思ったのはなんかすごい新しいなんかスタートを切ろうとしてるじゃないですけど、なんかこう始まり何かの始まりのきっかけになるような、思ったより勢いのある曲になったなと思っていて、でそれをなんか自分の中でボイスメモ機能 iPhone のでちょくちょくフレーズを録音してるんですけど、なんかそこに自分の勝手になんか多分パッて思ったのか、のボイスメモのタイトルをファンファーレって書いてたんですよ。へー、そうなんですよ。でも本当にあんまり意識してなくて、その曲を初めてその自分のマネージャーさんに、電話越しに本当に初めて一人目で聞かせた時に、なんか今のタイトル何がいいかなって聞いたら、マネージャーさんが偶然ファンファーレって言って、すごいすごい、うわーって思って、これはもうやっぱ始まりの鐘というか、なんか合図っていう意味でやっぱファンファーレっていう曲がいいんじゃないかなと思って、まあ、完成したっていう感じです。なんかすごい、その私いつもタイトルつけるのすごい苦しくて、あーそうですよね、タイトルなんかその妄想うわーって広げるじゃないですか、だシチュエーションはわかるんだけどタイトルってなるんですよ。タイトルで難しい、私は結構もう直接的なのを結構つけちゃうんで、あんまりおしゃれなのがつけられないんですけどいやでもファンファーレって私もあれ聞かせていただいた時にはあ、確かにファンファーレってなりました。あ、本当ですか？はい、ファンファーレ感出ててよかった、はい、すごい、なんかすごいやっぱ勢いがある、なんか本当に何か始まるみたいな勢いがすごいあったんで、うん、確かに、じゃあもうあのタイトルはもう降ってくるべくして降ってきたタイトルみたいな。あ、そうそうですね、はい、本当に。いやー、そっか、でもなんか初めてその作ったのがファンファーレっておっしゃってましたけど、はい、めっちゃかっこいいから、はい、なんかもっと前からなんかいろいろ作ってくる、なんていうかな、作曲の癖があっても満を持してあそこだったのかなって思ってたんで、今すごいびっくりしました全然まだ勉強中です、はい、いやすごい、うわあ、じゃあなんか、はい、もうその次に2作品目、あ、雨、はいはい、雨、あの作品が次作られた中で、はい、それもやっぱりイメージ、その雨のなんか情景を描いてたみたいな感じですか？雨の日ってすごい低気圧になるから、私すっごい頭痛がすごい起きやすくってめっちゃわかります。そうなんですよ、なんか眠くなっちゃうっていうか、なんかやる気があんまりすごく出なくって、やっぱりこの結構働いて会社員やってた時とかはもう本当に雨の日だとすごいなんかなんて言うんでしょう、もう明らかに進捗が遅くなったりとかして、なんかすごい、そうなんですよ、すごいってなるんですよ、もうあってしちゃって、なんかそれがすごいなんか天気に左右されてる
なんか自分も嫌だなみたいな感じでちょっと落ち込んじゃう時があったんですけど、うん、なんかこうその雨って逆になんかすごい自分の内側をなんかすごいちゃんと見る天気でもあるなと思って、うん、なんか晴れの日ってこうやっぱ外に出かけたりとかすごい逆に何かに夢中になれちゃうからあんまりこう自分の内側に意識がいかないけど、雨ってなんかこう自分を見つめ直せたりとか、なんか自分の中になんかしっかり意識を持てる、あ、なんか逆に物の見方を変えればいい天気なのかもなって、なんかその時ふと思って、うんうん、なんかそういう雨っていう存在が自分も好きになりたくって、なんか好きになれるような曲をなんか完成させたらもっと好きになれるかもなと思って、でそれでちょっとなんか雨っぽいフレーズを自分なりに探したりとかして完成させたっていう感じですね。かっこいい、はい、なんかでもその雨で私も雨気圧が低くなるのがもっとダメで、うん、もうだからそれこそ嵐が来る直前とか急にクーって気圧下がるからもうこんなになってて、わかります、布団からもう起き上がれないみたいな、そうそう、でなそのいう日に出かけなきゃいけないとかなると、うん、無理みたいな、わかります、うん、いやでもなんか今言われたのがすごいしっくりきました。なんかその自分、うん、雨の日自分の中をこう、うんうんうん、確かになんかこうファーって出てくる気持ちだったりとかっていうのにちゃんと耳傾ける時間みたいなありますね。そうなんですよ、気づいてなかった無意識に、無意識そうですよ、ね、そういえばしてたなみたいな、うん、そうですよね、うーん、やっぱ感じるものをこう作品に表していくっていうのがね、やっぱり作曲の醍醐味ですもんね、うん、そうですね、ハラミちゃんの新しい曲とかめっちゃ聴いていきたい。 ありがとうございます今度それこそ14日に、うん、あの YouTube で発表するので、うん、よかったら聴いてください。あ、聞きます、すごい、もうじゃあ新しい曲がもうどんどんできてきてる感じ、はい、そうですね、あの次3あのそのファンファーレ雨の次 の、はい、あの947って曲で、うんうん、あのそれはあの活動日数が947日、うん、で、あの今度武道館でライブさせていただくんですけど、そこまでのなんか自分の気持ちというか947日って自分にとってやっぱりすごい冒険だったので、うんうん、なんかその自分の、まあ、歩んできた冒険っていうテーマで作らせていただいて、うん、なのでよかったらもしお時間あったら見てください。ぜひ見ます、はい、お願いします。いやもうその武道館がすごいなって、うん、私も一つ夢がやっぱり武道館でやってみたいっていうのは、うん、はい、なんか本当もう10年ぐらい前からずっと思ってて、うん、いつか絶対そこに立ちたいって思ってるから、うん、なんかそこにもう、うん、もうその目前にやってきてるそのハラミちゃんのそのステージがもうなんかどうなるんだろうとんでもないです。これピアノだけ？あ、そうです、本当にあの360度のステージで本当にグランドピアノが1個あるっていう状態なんですよ。そうなんですよそう、なんか前のライブとかだと結構なんかあの、うん、正気使われてたりとかっていうのを拝見してたから、うん、あ、 ありがとうございます。ドンと、うん、そうですね、ドンとそうなんです。いやもうなんかワクワクドキドキ、うん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 、とあともう本当緊張感ありますよ。そうですよねなんか変な話、なんか結婚式あげる気持ちになってきちゃって、なんかこうなんか結婚式って、うんうん、自分のベストな容姿というか、うん、みんななんかエステ行ったりとか、うん、なんか髪なんか整えたりとかなんか行くじゃないですか、はいはいはい、でも自分の最高な状態でなんかお世話になった人を呼んで結婚式ってするけど、うん、はいはい、なんかそれが自分にとって武道館がなんか本当に自分のベストを出すっていう風に思うと、うんうん、なんか結婚式あげたことないんですけど、なんか結婚式の準備してるみたいな、うん、気持ちになってきて、うん、あ、じゃあ次あれですよ、結婚式自分が今度本当にやるときは、うん、なんかすごいもうテキパキと準備できる可能性が確かに あると。めっちゃ落ち着いてる人本当にだからその準備めちゃくちゃ忙しい中で今回レピフェス出てくださることになったんで、もう本当に、はい、いや絶対タイミング厳しいんじゃないかなって思いながら、いやもうこう
言っちゃえみたいな感じで。いや本当にありがとう。お誘いいただいて嬉しいです。いやいやいや。ピアノは別にその女の子のものでもないし、別に男性のものでもないんですけど、なんかやっぱりあのこうお祭りとしてなんかこうやっぱ女性で盛り上げていくっていうのはなんかすごい素敵だなって、あの前回のあの配信も見させていただいていて、はい、でこうやってあのあさぴさんがこうあのまとめて取りまとめてくださって、なんかこうやって女性のこうピアニストがなんかこうなんか一致団結することでなんかこうよりこうピアノが盛り上がっていくっていうのはなんかすごい、うーん、なんかそれをあえてやっぱネットでやる、うん、なんかやっぱりコンサートとかでライブとかでやることももちろんできるんですけど、それをこうやっぱあえてネットでおのおの配信するっていうのがなんかより身近なフェスというか、うんうん、なんか誰でも参加できるフェスみたいな感じで無料で、はい、なんかよりやっぱ自分のピアノをやっぱ身近にしたいっていうビジョンともすごくなんかそれが重なって、なんかすごい自分も参加することを楽しみにしてたので、あの見てくださってる皆さんもなんか当日はなんか何も気負わずというか、なんか本当に家でまったり見れるフェスの気持ちで、あこんなピアノの音色もあるんだなとか、逆にこの方あんまりチャンネル見てなかったけど好きだなとか、なんか自分の好みの音を探すっていうのはすごい楽しい時間だと思うので楽しんでいただければなと思います。ありがとうございます。いや本当あの年末も年末だから開催する日も30、31、晦日、大晦日だし、仕事納め28ぐらいだし、29が唯一のみんな休めるあたりかなみたいな。そう肉の日なんですね。そう肉の日と思って、そう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 、ちょっとこれ1ヶ月前だとねいい肉だったんですけど、ね、そうそういい肉だったんですけど、いい肉、うん、いい風肉、何もなんかないかな。私最後のいい肉の、はい、ねえ、はい、なんか今度ぜひあのハラミちゃんと私ご飯行きたいです。あ確かにお肉食べましょう。お肉大好きなんですよ。あそうなんですね。焼肉とか大好きなんでお肉食べましょう、はい、ぜひ食べに行きましょう。はいぜひぜひお願いします。じゃあハラミちゃんの、出演は、12月29日、14時からですね確か。お昼、お昼、はい、はい、はい、なのでぜひ皆さんご覧ください。ハラミちゃん今日はありがとうございます。ありがとうございます。